今日はですね、このエコフローのデルタ2なんですけど、ヤフオクで中古の A を5万7000円で、まあ年内に買って、100% から今、はい、使っております。使う、今98ですけど、まだ2分ぐらいですね。684W。何に使ってるかっていうと、これですね。はい。この、3リッターの、もう冬は寒いんで、結構家でお茶飲むんで、これ3リッターの家庭用のポットに、はい、今水3リッター満タン入れまして、今日は1日これで、もうはい、97に減りました。どのぐらい使うもんなのか。はい。昨日の夜、就寝前に 200W の充電で、はい、寝てる間に 100% にしてもらいまして、まあ、はい、今これ USB は何にも、はい、これ、USB は、はい、ただ線だけで繋いではおりませんから、本当のこのポットだけで今日は、はい、今96、684W。この普通は2リッターだと思います。はい、これを今日一日保温しながら、あったかい、お茶飲みながら、藤井先生の王将戦3日目を、まあ、ゆっくりテレビで見ながら、ヤフオクも見ながら、はい、それでこれの後ろがですね、後ろはこれ接続はこの1リットルのティファールもどきで、こういうようなコンセントでなっております。この白い方がティファール もどきの1リットルのこの電気ポットとつないでおりますけど、でこの黒い方は、はい、この3リッターの先ほど言いました、電気ポットで、今日は1日電気ポットの方を使おうと思いますから、この3リッターの方だ、こちらのこのティファールもどきの1リットルは、ね、これ本当に早いんですけどね、これをちょっと1リットルを抜いて、はい、こういう、こちらが裏の AC になります。 AC は3つ4つ5個6個、6口のうち2つがこのアース付き でこれがサブスイッチ、この AC を使う時のサブスイッチで、こちらがシガーライターね、でこちらが上は、はい、充電する時のこれが、はい、これにこの充電の太いやつにつなげるときは、ここの口でつなげておきます。はい、とりあえずこの、はい、裏面がこんな感じですね。音は、まあ、シャーっていう感じで、ファンが回ってる音がしてます。これはもう後ろは今日はつないだまんまで、これを、はい。後ろに回して、冷やした。こんな感じで。はい。よいしょ。本当に。水を3リッター入れて、冷たい水を入れてから、もう 100% からやってるから、本当に生で今日は生中継というかライブで、まあ、途中早くね、わかりやすいように、早くして、まあ、10分以内ぐらいの画像には、するようには心がけます。今5分ぐらいですけどね、今本当に電気食ってるところで今 92%。あっという間に、まあ、初めは減る。予想的には、とにかく3リッター沸かすので、684W、これは変わらないので、最初はすごく使うと思うんですよ、ワット。はい。ワット数はかなり。だから減りも早いと思います。80、70ぐらいまでは減るかな。
60まで行くかどうかちょっと分かんないけど、70ぐらいまでは最初は減ると思いますね。で、一回湧いちゃえば、あとは減りは、1時間で5ワットぐらい、5% ぐらいかな。はじめ70ぐらいまでは、このまんま沸かすまでに、消費電力が、このまま消費して、沸騰さえしちゃえば、あとは1時間、5% ぐらいずつの減りかなっていうふうに僕は予想しますが、はい、まあ今こんな感じで。はい、90、もう90になっちゃったですね。はい。今5分ぐらいですね。とりあえず、じゃあちょっと、一回ここでまた経過、切っておきます。時間は、今、はい、時計で言うと今11時25分なんで、ということは11時20分から始めたということで、一回はい切りますね。はい、今74% で20分ぐらいですね。それでこう3リッターの方のポットはようやく沸騰の音がちょこちょこしてきたぐらいかな。そんな感じですね。まだまだ吹っ飛ばしておりません。はい、途中経過でした。はい、今これ、はい、66% で、ワット数も、はい、消費電力26ワットになってますよね。今切り替わりました。あの沸騰から、はい、今この3リッターの方がですね、はい、沸騰から保温の方に、これで、はい、ライトがランプが沸騰、今まではグツグツ言ってて保温にピキッてここ変わりまして、こっからは消費電力はこんなあんまり変わらずこのまんまで移行するんじゃないかなと思います。 66% だから結局 34% ですね。3分の1これ沸かすのに使っちゃったということですね。これが、デルタ2が1024ワットアワーなんで、まあこれの3分の1ほど沸騰に使っております。こんな感じですね。あとはこのままね、保温したい、消費電力が少ないまんま横ばいで1時間で数パーセント、 5% ぐらいは1時間でなくなると思うんですけど、まあ一回沸けばね、あとはお茶を飲んでいくために少しずつ減って、今度全体のエネルギーが少なくて済むんで、はい、今度沸かすのにそれほどの、電気が食わなくなるんで、まあ、最初が一番食うんで、まあ、一応予想はね、はじめ 70% まあって言って、まあ、いいとこじゃねえかなという思いますけど、普通は3リッターはこれ大きいんで、普通は2リットルぐらいのポットなんで、まあ、単純に考えれば、80% ぐらいで2リットル沸くんじゃないかなと、これ、ちょっと3リッターで大きいんで、まあ、34% 使っちゃったんですね。この、デルタ線の、なんていうかな、エネルギーというか、消費の感じとしては、はい。3リッター沸かすのに、結果としては 34% 使いましたと。で、これは、864ワットを使う、このポットなんで、この企画品なんで、はい、そんな感じでございます。はい。これがデルタ2の性能です。はい、お分かりいただけましたでしょうか。はい、そんな感じのデルタ2です。
もうね、ヤフオクの中古の A は5万7000円っていうのはなくなっちゃったんですね。なくなったけど、出品は増えてるから、他の品目、リバーシリーズとか、あとはデルタプロ、デルタ2マックスとか、そこら辺があるんで、これからはデルタ2マックスの12万7000円ぐらいに、消費者が移っていくんじゃないかなっていう。あとはやっぱり、早く手出した方が、早く落札しなくちゃダメだと思いますよね。あとは、このデルタ2の中古の B、5万2000円ぐらい。それを、まあ外見がね、傷ついたりしてるのをまあ承知で、あとはメーカー保証が3ヶ月あるので、その期間内に保証、これね、故障の部分が出てくれれば、儲けかなという感じで、まあ早く迷う時間はないと思うんで、まあ自分もそうだったんで、もう、やっぱり初めね、定価14万3000円、それで、本当に、それが8万5千のクリスマスセールとかで8万5千で、その時手出そうかな、どうしようかなとか迷ってたんですけど、もう中古が出てきたんで、もう5万7千で、あ、これは安いと思って、もう、まあそれで迷っちゃやっぱりね、もうキリがないので、もう買っちゃう方がないんですよね。とにかく使いたいの方が、欲の方が頭にあったんで、はい、そんな感じで、早く、とりあえず入手した方が、そうじゃないと、見てるだけでもね、せっかく使わないと意味がないんで、こういうものは。まあ、はい、以上でございます。